はい、どうも、としです。本日、回復するのはこれですね。まあ、前回も回復したんですけど、ポケモンじゃないや、ワンピースのウィハースだよね。シールウィハース。まあ、これだったらシーケットが欲しくてまた買いましたね。まあ、シーケットも前回も出んかったけどな。まあ、こういう感じで、まあ、説明は間から、説明は前回もすると思うから、早速、中のシールの方を見ていきたいと思いますね。シーケットが入っとったりしないけどね。準備ができたんで見てみます。まあ、最初のシールは何でしょう。鶏肉、鶏だ。これは、ビッグマムは前回もダブったような気がするな。前回ダブったん、もう一回、ダブっちゃったらあげんねえか。あげんねえよ。はい。続いてのシールは何でしょうか。これもダブりだな。前回出たのかでも。前回出たこれも出た前回。まあ、これは開けんでいいか、もう開けすないよな。ダブったらだけ開けすないしな。次のシールでまたダブりそうで怖いな。間違えた。第シールは、あ、これは新規やな、確か。あいつや。忍ぶか。忍ぶやな。そう、忍ぶやな。若彼氏こそ忍ぶやな、あの忍者の感じで。こう、じゃあ、忍ぶってきたキャラだよね。あの、デブっちょいおばちゃんみたいなキャラクターが若い子の子の形だね。それさせていただきますよね。じくじく読み。へぇ。あ、あれって、ミクとったやな。へぇ。全然知らんかったな。てか、ミクとうと思わんかったな。ついついに、一般、まあ、人数の忍者キャラと思ったけど。じくじく読みを食っとることか。だからあんな感じなんやな。あの感じ。承知しなかったな。はい。そして、次のシール。シークレット、来い。来ない。ナミ、イエソプル。ナミは出てないな。前回はナミは出なかったな。ウソップ出てたんだけどな。これはナミで。何 ?2 年前のナミでいいんかな。こんな感じで。ロボナミっていうのは、まあ、初期の方のナミって感じかな。こんな感じですね。これです。あと2個は、これシーク出るんかな。次は、カイドウさんは出たかって言ったら、おいてんぐだけで。これはね、カイドウさんね。とりあえず前回出たような気がするんけどな、100点の会場出てんだいような気がするな。あ、ここで能力書いてあるな、現実と。で、青龍ってな。青龍と白虎、玄武とは、スザク出ておるんかな、みんなが。それは理想やな。スザクはあれか、風刺長官のエースだね。エース、2番隊長か。私2番隊長 ?1 番隊長マデコか。でんかな。風刺はマデコでんかな。あれがスザクの方になるんかな。はい。ラストはシークレット出るか出なくて選ぶれる。バギー。まあ、千葉しげさん、ジグズってバギーはまあ。ラストバギーでうまいか。2枚のバギーとぜ。まあ、小物っぽか。最初小物っぽかけどな。今だけこう、ね、強な後も派遣会社的にあったら今。詳しくは知らんけどな。多くは一部かい。時もっか。あ、でもあれ、配信になったものが違い、確か。こういう感じですね。まだ波のカードみたいかな。肌に行くぜ、みたいな。派手じゃな、そんな感じだったっけ。はい。まずはバギーね。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったら、この動画の評価とコメントの方もよろしくお願いします。あとはこの動画以外にもたくさん動画がありますんで、それもよかったら見てくださいね。まあ、最終的にはこのチャンネルモードというチャンネルの方も登録の方もよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で。